琉球カラスザメエトマプタースビグロウイはカラスザメ科に属するサメの一種。全世界の震度110-1000メートルの海底化中不層に生息する。カラスザメと種群を形成し、細長い体、大きな頭部、乱雑に並んだ川場という共通点がある。67センチメートルに達し、発光器を持つ。卵体制で餌は小さない 魚、魚卵。IUCN は、保全状況を軽度懸念としている。1993年、日本の魚類学者、白井シュゲルと立川博之により、科学史カピアに、カラスザメ主群の分類学的再検討の一環として記載された。彼らは、カラスザメイープセラスにはこれまで認識されていなかった、第二の種イービグローイが含まれることを明らかにした。 種商名は、ヘンリー・ B ・ビグロへの懸命である。この主軍の特徴は、乱雑に並んだ切り株状の川場である。全世界の大陸砲、大陸斜面、海嶺、宮まで見られる。大西洋では、メキシコ湾、アルゼンチン、西アフリカと南アフリカ沖から、インド太平洋では、オーストラリア、沖縄、天皇宮間軍、ナスカプレート上から報告されている。 外洋にも出現し、中層では110から700メートル、海底では163の1000メートルの深度に生息する。他のカラスザメ類と同じように、生体は、洋体より深い場所に生息する。最低でも67センチメートルになり、細い体、大きな頭、短い尾を持つ。符はくさび型で少し平たく、先細りになる。尾光は大きく。 短い前尾弁がある。目は楕円型で眼下の前方は深くへこむ。口の周りに長い溝があり、口角から第一へ羅列までの距離の半分程度まで伸びる。上角歯列は19から24、下顎は25から39。上顎歯の先頭は法則、2から4体の小先頭が隣接する。45センチメートルを超えたオスでは小先頭が増える。下顎歯は滑らかで、 ナイフ状の先頭を持ち、すべての歯が連動して一枚の歯を構成している。オスで4 3ンチメートル、メスで3 5トルを超えると歯が直立してくる。第一背びれは、腹気より胸びれに近く、全部に溝のある棘を持つ。第二背びれは、その1.5倍の大きさで、長くカーブした棘を持つ。胸びれの先端は丸く、腹気は角張る。第一背びれから、 胸びれ感と第二背びれ、腹気感はほぼ同じ長さである。尻びれはない。尾柄は細く、尾ひれの下端は発達して常用には血骨がある。平たく切り株状の皮場は乱雑で密に並んでいる。背面は茶灰色、消化体上に淡い点があり、黒い模様が頭部状側面から胸びれの下、腹気の上を通って尾柄の下まで続いている。 他のカラスザメ類のように種に特有の発酵器を持つが、明瞭な帯を形成してはいない。カラスザメに似るが、より大型であり、腸の螺旋弁の数が多いことで、区別できる。餌はイカ、小型のツノザメ裸ワシ、魚卵。卵体制で、肺は卵黄栄養で育つ。出生時は全長16センチメートル。オスは、 全長31から39センチメートル、メスは38から47センチメートルで、生成熟する。無害で、経済価値もないが、深海量で混濁されて廃棄されている。漁獲圧が高い証拠はなく、分布域も広いことから、IUCN は、保全状況を軽度懸念としている。ありがとうございます。